今日は試合の2日前なんですけど、試合の2日前ルーティーンということで、今日は僕の日常を公開していきたいと思います。今はですね、クラブハウスに向かっています。これからマッサージケアですね、フラッシングというものを受けてから、そのまま抗体浴をして、で、家に帰るっていう感じなんですけど、その抗体浴っていうのがもう普通の皆さんが想像してる抗体浴とはちょっと違うので、それも取れたらいいなと思います。おはようございます。おはようございます。今日は今どこ行ってたんですか？コンビニ行ってきました。久しぶりの登場ですね。コメスチューブ。そうだよ、試合の2日前ルーティーンということで今日カメラ回しますけど、久しぶりだね。はい、今から抗体浴とちょっとケアを受けたいと思います。はい、はい、よし、これからちょ抗体浴をしたいと思います。今ちょうどトリートメントも終わったんで、ここのアイシングがめちゃくちゃ冷たいんで、ちょっと皆さんにもお見せしようかなと思います。いくよ。おはようございます。おーす。おはようございます。でかすぎる。でかっ。じゃあ体洗って、お尻見せてない？あ、大丈夫です。コンプラ、コンプラ大丈夫ですか？まずはポッと入って、でだいぶ体が温まったらそのアイスバスに入ります。これアイスマン書かれてるんですよね。バスソルトが入っててあれだよね、なんか肌がツルツルになるみたいな。あ、なんか言ってましたね。いろんな効能もあるみたいで、今ホットもうちょっと本当は入るんですけど、ちょっと撮影なんでアイシング行きたいと思います。はい、せーの、ヒャッ。これを1分、やばい、やばい、死ぬ。そしたらまたすぐにポッと、はい、これを大体3回ぐらい繰り返します。どう、姉さん？ゴメステン、アイスパー、スイートシティ、スイートシティ、はい、お願いします。イエス、スポンサー、スポンサー。いいね。2セット目。おー、めっちゃいいですね、この価格。はい、ということでこれを、もう1セット繰り返してリカバリーは終わりです。はい、ありがとうございました。はい、本日の撮影は、タニアンでした。ありがとうございました。またお願いします。おはようございます。はい、ということでリカバリー終わりました。やっぱね、あの抗体浴するとしないとではね、もう全然疲労度も違うので、皆さん抗体浴はおすすめです。あの全身の、フラッシングもやってもらったので、これで試合に向けての準備は整えましたね。で明日ゲームリハーサルをやって、明後日試合ですね。はい、で今週はショートウィークだったので、1日、準備期間が少ないので明日出発ですね。あのホテル、全泊するので、この後はちょっとスーパー寄って、でランチ、家で作って、で午後はカフェに行って、いろいろ試合の映像を見たり、いろいろ昨日の練習の映像を見たりやることがあるので、午後はカフェに行こうかなと思ってます。はい、帰宅したのでこれからお昼ご飯を作っていくんですけど、今日は、エビペペロンチーノのパスタと
あと鶏胸肉を焼いて食べたいと思います。はい、まあ、簡単ですね。じゃあやっていきます。まずはむね肉使っていきます。まあ、早く焼けるように、この真ん中で僕はいつもさらに薄くするんですよね。ここでこうやってこういう感じで皮は取っちゃいます。皮はね、もう余分な油多いんで。味付けはもうシンプルに、どうしようかな、あ、もうオリーブオイル、これでいいかな。この困った時はこれ使ってますね、マキシマム。このオリーブオイルはね、去年かな、沖縄で買ったやつ、無農薬。オリーブオイルをまず塗る。フォークで穴を開けます。そしたらこれをかけます。そしたらチキンを焼いていくと、はい、まずはオリーブオイル、ちょっとね、生ニンニク入れます。エビを入れます。パスタ入れます。茹で汁ごと、ランチ完成しました。いただきます。エビペペロンチーノですね。うん、うまっ。チキンしっかりタンパク質も、胸肉ですね、これは。うまい、うまい。2日前なんで、そうですね、タンパク質と炭水化物っていうのは、まあ、必ず毎食取るようにしてますね。朝は、まあ、今日はサンドイッチ食べたんですけど、スムージーの時もありますね。普段の練習とかは、まあ、朝スムージーだけ飲むっていうのが多いんですけど、オフの日とかは、まあ、今日みたいにサンドイッチをちょっと作ったりとか、まあ、パン食べたりしますね。はい、お昼食べたらちょっとスタバ行こうかなと思います。じゃあちょっとゆっくり食べていきます。はい、ごちそうさまでした。今ちょうど14時なんですけど、公式でメンバー発表が今されたところですね。キックオフの2日前かな、48時間前にメンバー発表というものがあるので、でそれの時間ぴったしに相手チームのメンバー表を見たりしますね、 SNS で。まあ最終戦なんですけど、ここからね、まあ、48時間すごく大事な時間ですね。はい、じゃあこの後ちょっと、スタバ行って、まあ、いろいろやることパパッとやっていきたいなと思います。で今帰宅しまして、家でも編集少しだけします、動画のね。もうね、撮った日に結構ね、ある程度編集しちゃうことが多くて、
そっちの方が楽なんですよね。なんか撮ってそのまま、何日か経った後編集するとなんかどのタイミングで切ったらいいかとか分かんなくなっちゃうんで、もう撮ったらすぐに編集するっていう風にやると編集もすごいスムーズにできるので、はい、おすすめです。 YouTuber になりたい人いたら。よし、はい、今30分ぐらいちゃちゃっとやったので、これから夜ご飯を食べに行くんですけど、今日はいつも行く定食屋さんに行きたいなと思ってます。はい、この車は夜になるとすごい綺麗にライトアップされます。またあったね。はい、何しです。出待ち出待ちじゃないです。何しな、飯食ってました。本当、はい、どこで。ジュン焼肉屋。この今回の YouTube たくさん出てるね。今回は出演目多めですね、僕も。ああ出演料ください。いや、ちょっとじゃあまたこれからも、これからも頼むな。出演料ください。じゃあな。まあこの辺歩いてるとね、チームメイトもたくさん遭遇しますね。よし、じゃあ夜ご飯を食べに行きたいと思います。はい、帰宅しました。今8時なので、この後もうシャワー浴びてストレッチして、まあ、ゆっくりゴロゴロしながら寝るって感じですね。明日はゲームリハーサルなので、まあ、朝もそんな早くないので、まあ、ゆっくり起きて、試合に備えたいと思います。シーズン中の YouTube は今回が最後になりますが、今週の試合終わったらたくさん YouTube をアップしていこうと思うので、引き続き、よろしくお願いします。オフシーズンになったら、イベントとかたくさんやろうかなと今考えてますので、ぜひ皆さん参加してください。はい、また告知します。それでは、堀米康平の公式 LINE を作りました。今登録してくれた方には漏れなく、僕が毎日行っているストレッチの解説動画をプレゼントします。概要欄にリンク貼ってますので、よかったら登録してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。